今日2ゴールという、結果でした。まずは1点目振り返ってください。逆サイドから、まあ、カウンターという形でボールが流れてきて、で、まあ、中央に入って、そこから佐藤さんが、まあ、自分の走ってるタイミングに合わせて前に出してくれたので、もうあとは足を振るだけという形でした。またチームの勝利を引き寄せる3点目も決めました。3点目のシーンもお願いします。まあ、自分の、まあ、2得点はほぼ同じような形で右サイドからっていう形だったんですけど、まあ、2点目も、まあ、2点目はトラップしてっていう形ではあったんですけど、まあ、トラップした時に、まあ、逆サイドのサイドネットが見えていたので、そこに思いっきり足を振ったっていう感じです。これでチームはまた首位に返り咲きとなりました。今後に向けて意気込みをお願いします。前期はあと1試合残っていますが、まあ、本当に目の前の試合を大事にして、次もチーム全員で勝ちに行きたいなと思います。